はい、よろしくお願いいたします。医科学研究所生命科学研究センターの粕川と申します。今回は統合的な統合制御データ基盤に取られた構築についてお話ししたいと思います。まず、背景としまして、転写制御、今回のデータベースがターゲットといたします転写制御について簡単に、説明したいと思います。転写制御、いろんなゲノム内、ゲノム外、いろんなものが、相互に強調しながらメッセンジャー RNA とか、RNA の転写というのを制御しています。いろいろな要素、制御要素があるんですけれども、代表的なものとしましては、いわゆるシスエレメント、シスレギュラトリーエレメントの略称で CRE と言いますけれども、シスエレメントと呼ばれているゲノム中の転写制御に関わる領域、サイレンサーエンハンサープロモーターのようなであるも、転写制御に関係しますし、例えばトランス因子、よく転写因子とか、そういうゲノムに例えばバインドすることによって転写を抑制、転写を制御するようなものであったり、もしくは、ゲノム中のいわゆるエピゲノムの状態、ゲノムのメチル化とか、ヒストのメチル化とか、そういった、エピゲノムの状態、こういったものが、いろいろお互いに制御することによって、お互いに制御し合うことによって最終的な RNA の転写が制御されるというふうに考えることができます。で、我々は、それを受けまして、新たな統合的転写制御データ基盤というものを構築するというのが今回のプログラムの中での目的になります。で、この転写制御、統合的転写制御データ基盤ですけれども、中身としましては、先ほど説明いたしました転写制御に関わるシスエレメント、トランス因子、転写因子のトランス因子、エピゲノム状態、これらをまとめたデータ基盤というものを構築いたします。で、これを構成するデータベースとしましては、何度も名前が出てきております沖先生の方で今までやられてこられましたチップアトラスと、我々の方で新たに開発するファンタバイオという2つのデータベースがお互いに協調して連携することによって、新たな統合的な転写制御データ基盤というものを構築するということを目指しております。で、内容としましては、各々のデータベースがそれぞれ分担しまして、一つのまとまったデータリソース、データリソースを一つまとめる、データリソースは一つにまとめます。で、インターフェースにつきましては、お互いそれぞれ作ってきたいものとか作ってきたものがありますので、それぞれ活かしながら、中では強調しながらということを目指して進めていこうとしております。で、ではここから各々のデータベースについて簡単にご紹介したいと思います。まず一つ目がファンタバイオと呼ばれているシスエレメントに関するデータベースになります。で、その前にシスエレメント、先ほど簡単に説明しましたが、もう一回少しもうちょっと、細かく説明いたします。でシスエレメント、いろんな人がいろんな、もしかしたら局面で違う意味になっているかもしれないんですけれども、今回 の、我々の方ではシスエレメントというのは遺伝子発現の調整に関わるゲノムの領域の、ゲノムの部分領域、ゲノムの一部の領域のことをシスエレメントと言います。でシスは一般的には同じところとかという意味になるんですけれども、これも、要は染色あるメッセンジャー RNA が転写とか RNA が転写されるような場所の近傍ないし、その同じ染色体上でその発現の制御になっているゲノム領域のことをシスエレメントと呼んでおります。で、その中で代表的なものとしましては、プロモーターとかエンハンサーといわれる、いわゆる非コード領域、タンパク質がコードしているとか RNA がコードされているような領域とは別のところにコードされているものが一般的です。で、特に、エンハンサーとかサイレンサーと呼ばれているものはそうなんですけれども、細胞種ごととか細胞の状態ごとによってかなり特異的な発現を調節することがよく知られています。で、また一方でその表現系なんですけれども、でさらにエンハンス、この特にエンハンスサイレンサーにつきましては、そういう表現系に関係する多形とか変異がこの中に品質ということもよく知られております。しかしながら、このシスエレメントの全貌解明というのはまだ途上であるというふうに言われているのが現状になっております。ここで、我々の方では新たなデータベースとしまして、公共の特に5ダッシュ単の RNA 配列、ケージ4とかそういう5ダッシュ単の RNA をベースに発現定量化、発現定量を行うような実験プロトコルで得られたデータ、これらを、まとめてきまして、シスエレメントの情報を、再構築する。で、その中で集める
公開する集めて公開するデータとしましては、脂質エレメントのゲノム中の位置、さらに細胞質とか細胞状態ごとの脂質エレメントの活性状態、でさらに、特に、人とかでは重要になってくるとかと思うんですけれども、脂質エレメントとそれに関係するゲノムの変異の情報、これらをまとめたデータベースの構築書としております。対象の生物種としましては、ヒトマウス、でさらにヒーヒーと霊長類などをターゲットとして考えております。でデータの提供方法ですけれども、 UCAC ゲノムブラウザの方でトラックハブという機能がありまして、現状の UCAC ゲノムブラウザ上に自分のデータを表示する機能がありますので、これを使ったゲノム上でのビュー、さらにその脂質エレメントのいろんなアノテーションをつけてどんどんつけていこうと思っていますので、これらを検索して参照できるビューは、さらに当然いろんなバイオインファティシャーの方が解析したいかと思いますので、バルクのダウンロードなどを準備する予定で、現在本プログラムで新規作成しております。で現在ちょっとアルファ版ということで、小規模のデータを使ったインターフェースというのを今公開しております。で検索のフォームも実は今月に入ってからちょっと公開いたしまして、このように例えばファンタバイオの検索フォームからゲノムの領域情報を入力していただきますと、その UCAC ゲノムブラウザーが開きまして、その中にファンタバイオのデータが参照できるようになっていますおりますし、あとは名前とかそういうもので検索していただきますと、アノテーションのビュー、脂質エレメントについてアノテーションのビューなども参照見ることができるようになっております。で、特にデータベース連携というのが重要になってくるかと思いますので、現状、見られる、データベース連携としましては、当然チップアトラスの、方で登録されています転写因子の結合情報を使いまして、この脂質エレメント上にバインドする可能性のある、転写因子アンチゲンの情報を、一覧で見られるようにしてある、も見られるようになっておりますし、あとは統合バーの方との協力を受けまして、その脂質エレメント上に存在する、ゲノムの変異の情報を統合バーから、ダイナミックに取得して表示するような機能というのもついております。あとは、モグプラス、マウスの方のモグプラスのストレインごとの変異の情報が登録されたモックプラスというデータベースがあるんですけども、このモックプラスをファンタバイオと重ねて表示する、見ることができるようなトラックハブというのも構築しております。これらが、今が現状がファンタバイオの、現状になります。引き続きましてチップアトラスです。こちら、もう沖先生がずっと発表されていますので、私から説明しても、なんか中途半端なものになるかもしれないですけど、説明させていただきます。で、チップアトラスが対象としますのは、その転写制御の中でも特にトランス因子、ゲノム中にバインドすることによって制御を行う、いわゆる転写因子であったりとか、エピゲノムの状態、トランス因子としてエピゲノムの状態のミチル化とかクロマチンの開閉状態とか、そういうものが一般的にエピゲノムと言われるかと思うんですけれども、その中でも特に転写制御に強い関わりがあるというようなゲノムの DNA のミチル化とか、そのヌクレオソームにあるヒストンの一部化とか、あとヌクレオソームの位置とかクロマチンのどこが開いているかとか、そういった情報を対象としたデータベースになります。でチップアトラスですけれども、こちらは公共のチップアトラスチップセックやその他のエピゲノムのデータを集めてきて再処理して公開しているデータベースになります。で対象としている、プロトコルとしましては、チップセックとかアタックセットバイサルファイトセックとか DNA セックとか、あとは新たなジップセックライクな方法というのもターゲットに入れてまして、データを収集公開しているデータベースになります。でそれ以外にも機能注釈データとしまして、例えばファントムプロジェクトとかエンコーダープロジェクトとか のデータを、いわゆる機能注釈のデータ、ゲノム上の機能注釈のデータとして収集公開しております。で対象とする生物種もこの人マウス以外にもラット、症状バイ、線虫、酵母などもターゲットになっております。でデータの提供方法としましては、 IGV を使ったゲノム上のビューとか、あとは検索解析インターフェース等も沖先生の方で開発されて公開されています。当然バルクのデータもダウンロード可能になっています。で本プログラムでもこのチップアトラスを高度化、機能拡張高度化ということを行う計画で進んでおります。でチップアトラスの検索ですけれども、こちらも使われている方結構おられるかと思うんですけれども、チップアトラスの検索フォームの方で、例えば転写因子を選んだりとか細胞質とかを選ぶことによって、ターゲットを絞って、それに該当する過去のチップセックのデータとか
その他のエピゲノムの実験結果とかをゲノム上に IGV 上で表示することができたり、もしくはバルクでダウンロードできるような機能があります。でさらにその中でもいろんな実験を対象にしてますので、もともとどういう実験だったかというメタデータの参照も可能になっております。で、さらにチップアトラスの方ではいくつかの、ウェブ上でできる解析ツールというのも公開しておりまして、例えばコーローカライゼーション、解析ですと、ある指定した転写因子とゲノム上で共極材数別の転写因子を探索するようなツールであったりとか、エニチメント解析アナリシスとしまして、ある指定したゲノム領域の中でやとか、もしくは与えた遺伝子群の中で優位に結合優位に多く結合するような転写因子を探索するような機能というのもあります。でこれらが、今ここまでがチップアトラスの説明になります。で最後に、イントラレッドと称しているところになります。でこれらを、まとめたものを称してイントラレッドというふうに呼んでいます。で現状一応イントラレッドのウェブサイトがありまして、皆さんアクセスすることができます。ただ現状は実はいわゆるポータルサイトみたいになってまして、そのプロジェクトの説明とか各データベースのリンク等々が今公開されています。で将来的には例えば2つに分かれてダウンロード、当然1箇所でダウンロードしたりとか、もしくは統合検索みたいなことができると、当然ユーザーの方には使いやすくなると思いますので、そういったものとか、もしくは最近出たアイデアとしましては、なんかユースケースとか、なんかモデル探索の方法とか、それに沿った例えばインターフェースの提供とか、そういったこともできると実は使いやすいんじゃないかという話も出てますので、そういったものを今後イントラレッドという仕組みの中に入れていこうかと考えております。で最後、こちらが、現状のファンタバイオチップアトラス並びにイントラレッド、文字が間違ってました、イントラレッドの現在じゃどうなってて、今後どういうふうに拡張していくかということをまとめた、スライドになります。でファンタバイオの方、先ほど説明しましたが、現状アルファ版ということで、プレビュー用にかなり小さなデータセットで構築した姿勢エレメントの情報並びに姿勢エレメントのアノデーション情報が今公開しています。でその中には当然 UCC ゲノムブラウザのトラックハブとかバルクデータでダウンロードも可能には一応なっています。でそれを受けまして、それを受けまして、実は先ほどのインターフェース、検索インターフェースというのは2023年10月、ちょうど今月に入ったところに公開しました。で、それを受けまして、いわゆる正式版、もう少し大規模なデータセットを使って、質エレメントの情報をちゃんと作る、大規模な細胞子をターゲットにした質エレメント情報というのを構築するということを、可能であれば年内に。今月から年内の間のどこかで正式リリース版というのを公開を予定しております。これが公開されますと、おそらく皆さんちゃんといろんなところに使っていただけるようなデータセットにとして公開できるんじゃないかなというふうに考えております。で2つ目、チップアトラスですけれども、チップアトラスの方は月々更新、毎月更新を行っておりまして、これとしても順次公開しております。でさらにこれに加えまして、いろんなプロトコルに対応したデータとか、もしくはより他の種類の機能注釈データというのをどんどん増やしていって、さらに情報を増やすということを行っております。でさらに、これに加えまして、解析ツールの方もいろんなものができないかということを、現在他の種類の解析ができないかということを検討して、また開発も進めておられます。で最後、イントラレッドですけれども、現在はポータルサイトとして公開をしていますが、さらにバルクダウンロードとか統合検索とか、そういったことができるような、拡充を予定しております。こちらがちょっと最後になりますが、開発体制としましては、チップアトラスの方は引き続き京都大学の沖先生の方にが、開発、並びにデータの更新を行う予定になっております。一方、ファンタバイオの方につきましては、私と東京都立医科学研究所の川地先生と、理研の BRC の増谷先生と一緒に分担しながら進めております。特に川地先生の方は、質エレメントの同定法の開発、ならびにそれを聞いた質エレメントの同定を行っておられます。でまた、増谷先生の方は、特にマウスのデータ のゲノムの変異情報を集めてきて、その質エレメントのところとの連携ということを進める予定になっております。
最後こちらが社事になります。このプロジェクトにはこれらのメンバーの方のご協力ないし参加で実現されております。こちらあとはその方は発表以上になります。ご清聴ありがとうございました。